始まりましたか。太った痩せにゃ。始まりましたよ皆さん。太っちゃいましたがよろしくお願いします。今日も始めていこうと思います。今日のテーマは、ちょっと待って、あ、聞こえるね。今日のテーマはですね、今日のテーマは大橋くんについてやな。大橋くんやっと加入してくれましたね。よかった。ほんまに補強はゼロかと思ったが、まあナスがちょっと行ってしまったのは寂しいが、まあ大橋くんがね来てくれたのは大きな大きな戦力になるんじゃないでしょうか。ということで皆さん、コーペ、今日こそ間に合ったな。勉強は大丈夫なんか？勉強は大丈夫なんか？では皆さん、乾杯。なおさん、こんばんは。乾杯。どうも、太りま、あ、さあとさん、おつう、おつおつう。どうも、絶賛激太り中の赤澤です。よろしくお願いします、皆さん。ということで、よかった。あれがないかと思って、補強がないかと思った中、まさかのね、ほんまに来るとは思ってなかったわ。大橋くん。大橋、王ちゃんって呼ばれよったんやろ。まおさん、こんばんは。勉強大丈夫あんの？やばいやん。まあ、なんとかなるよ。ね、みんな、嬉しいよな。普通に来てくれて嬉しいよな。あんなゴラッソを決めれる人がサンフレに来てくれたんやで。ハルト君、お疲れ。明日からテストか。もうみんなテストやん。頑張れマジで。協定もあったよね。協定、共通テスト。俺らで言う、ね、世代バレるけどセンター試験。お疲れマジで。みんな受けた人、これからテストの人も頑張れ。スウェットさん、こんばんは。間に合ったね今日は。しっかりね。大橋くんマジ来てくれてよかった。なんて呼べばいいかがまだわからん。大橋くんっていうじゃけ、まだ大橋くんっていう、なんて呼ばれようんかね。なんて呼べばいい。勇気、大橋勇気って言えばいい。勇気って言えばいいんかな。いやマジよかった。でも大橋くん来てくれてマジよかったわ。ほんまによかった。結構ね、なんかゴール集とか、まあちょくちょくベルマーレの試合は見よったけ、王ちゃんね、やっぱ王ちゃんって呼ばれよったよね。見よったけんさ、そうじゃけん、そう、大橋くん、王ちゃんはねすごいいい。ん？ KM さん、だいぶ伸びたやろ、髪。ついでに太った。湘南でも選手から、じゃあもう王ちゃんって呼ぼう、俺らも。もう王ちゃん。マジでけえ。で、しっかり、ボックス内でも勝負できるし、あ、待ってみたよ。J1チームの主力級が争奪戦の、ね、ほんまね、めちゃめちゃとうとうそういう格ができたな。まあ、冷静に考えたらめっちゃ安定しとるもんな。まあ、昨シーズンはちょっと紙一重だったけど。おーちゃん好き。おい、マジで77番かっこええな、コップお前。77他に買った人おる？俺ちなみに6番買ったわ。77かっこよ。大橋選手、私の先輩と幼馴染なんですよね、ここへ。先輩も、おーちゃん。おお、すげえな。すげえな。めちゃめちゃちけえやん。めちゃめちゃちけえやん、じゃあ。じゃあもう、あれやん。王ちゃんには頑張ってくださいって。伝えといてくださいと伝えといてください。いや、ほんまに、シーズン15は取ってほしいね。取れるやろ。で、サンフレに会う
か合わんかで言うと、俺はめちゃめちゃ合うと思う、普通に。そう、なんかね、ツートップでもいけると思うし、ワンチャン3号にあるんじゃねって思いつつも、でもワントップなんじゃろうけど、普通にワントップでもいいと思うよ。いいと思う、俺は。まあ、ナスみたいに、もうナスがおらんくなったらちょっと悲しいが、流れながらのプレーもできるし、余裕で。ねえ。どっちかっていうと、道具みたいに、手前で、セカンドボールを作るタイプではないんじゃが、ないんじゃが、まあ、それでも、あれだな。ライン間で受ける、引き取るのが上手。じゃけん、いける。と、俺は思ってる。何やに選手への年俸しかり、強豪になった。ね、マジ、強豪になったわ、マジで。サンフレ版、アニアザン。N、どういうことわからんわからん。すまない。サンフレ版、アニアザン。グッチーチャンネルさん、こんばんは。ありがとう、あげてくれて。お疲れ、お疲れ様、お疲れ。大橋加入で今年はマジで いけると思うが、あんまりちょっと期待を込めすぎちゃいけんけど、期待が込めれるだけのメンツがおって、ようよう考えたらさ、マジでめっちゃメンツ揃っとるけどな、サンフレマジで番は夢PA 道具王ちゃんで35ゴールいやいけると思うで。でもまあ一番やっぱそうね、とりあえずみんな怪我せんかったら普通に、まあまずはあれしてほしい、稼働してほしい。で今フットボールラボを開いとんじゃけど、で動画でも触れたように出場が23なんよね。まあここがちょっとネックではある、怪我勝ちっていうのが。1820分はまあ道具とかナスとかピエと、ピエよりか多いけど、まあそれぐらいで、先発が22じゃけん、しっかりと戦える、先発からしっかり戦えるチーム、戦える選手。ダービーさん、こんばんは、ありがとう、来てくれて。そうそう、でシュートも58本打って成功率がまあ 22% と、これはめちゃめちゃ高いね。でアシストも3つついてるっていうのもね、周りを活かせますよっていうのは分かる数字なんじゃね、普通に。13ゴール取ってる、リーグで13ゴール取ってるっていうのはすごい、まあ2桁取ってるっていうのはね、すごい信頼できる。そうね、大橋くん、フルス、そうなんよ、そこなんよ、そこなんよ。2021が31試合で、で取るんじゃけど、そう、2022も23試合で、そう、ここだけなんよね、ネックなんが。キューンさん、こんばんは、ありがとう、来てくれて。そう、ネックダウンは稼働できるかできんか、ここなんよ。なんせうちのフォワード陣あれじゃけね、怪我勝ちじゃけんね、ここが問題。ここをどうにかすれば、まあ、ちゃんとほんまフル稼働してくれるんだったら20届くか届かんかぐらいまではいけそうな気がする。まあ何回も言うけど、ボックス内での動きとか点で合わせるのはめっちゃ上手じゃし、まあいかんせんサンフレクロスからの攻撃が多いけん、そこは全然俺は合うと思う。で仮にね、だっけ先週話したけど、あれするんだったら、保持にもしトライしとんだ、トライするんだったら全然あれかな、セカンドボール作らんでも、無理やり作らんでもいける気がするけどね、普通に。お、何やに、シーズン、おデードロさん、こんばんは、ありがとう、来てくれて。シーズン開始前に誰が何勝するかかなり多めに予想するんだけど、それにサッカーバージョン、誰が何ゴールするかねって感じ。あ、なるほどね。それがアニアさんね。カープの解説アニアさんが。はい。いや、俺ね、一回やったんよ。誰が何ゴールするかやつ。そしたら俺、そう、
ポスト消したけどさあのあれだった、サンフレ97ゴールぐらい決めることになっとったけん、ちょっとこれ現実味ねえと思ってポスト消してしまった97ゴールって何って思って、レアルマドリードかよって思ってから、やばいだろ97ゴールよ、全勝の勢いやん、ちょっとダメやって思って、まあちょっと後でやるわ。枠内シュート率がアンロッペより上ちょっと待ってよ、枠内シュート率がアンロッペより上か 24.7 と、まあアンロッペより上なのは、ああちょっとだけ低い、あ枠内シュート率か、成功率がちょっと低いんか、枠内シュート率ちょっとごめん分からんけど、まあしっかりと枠内に持っていけるのはでかいんじゃねえかな。やっぱそこはね、枠内持ってかんかったらゴールうんぬんの話になるけん、ここはでけえなマジでボックスに持っていくだけならサメシメなお、そうじゃ、なおフィニッシュ問題じゃけど普通にあるな。でニア突っ込むのがね結構上手だなって思ったのと、あとこぼれ球の何だっけ、上げた後の密集からちょっと離れてボールを拾ってゴールするみたいなのががすごい上手やなって思った。だっけそこの予測というか嗅覚がすごいあるなとは思うし、なんならショートカウンターも上手だしね。まあベルマーレでやっとったのがねでかい、まずそこでプレスの何性能もあるし、性能プレスの能力も持っとるし、そうショートカウンターもいけるし、なんなら結構ゴリゴリ自分でも持っていけるタイプ。今おらんじゃんゴリゴリ自分で持っていってエゼぐらいだけど、ピエもドグもそうじゃん、ゴリゴリ持ってってシュートまでフィニッシュいけますよっていうと、まあちょっと違うやん。そう、それが大橋くんはできるタイプじゃけん、それはでかいよねとは思うかな。これはすごいサンフレになかった色が一個また出るなと出るなとは思い期間入った出るなとは思いますねこのクラスのタレントを確保できたのは素晴らしいですが、まとめは稼働できさえすれば、そうね、そう稼働できさえすれば案件、ここがねちょっとね不安要素ではある、ここだけなんよマジで不安要素なの、不安要素なのはねじゃけんほんまに頼むほんまにピエしかり大橋くんしかりドグしかり、ほんまにちゃんと稼働して稼働してくれよPA 道具の平均プレイタイム47分の知ってるから大きくないじゃんみたいな安心、まあまあまあそうなんやけど、そうなんやけどやっぱねマジで頼む、ほんまに頼む。そう何回も言うけどめちゃめちゃあれだったね、ちゃんとライン間で受けれるのはマジででかいし、流れてプレイできるのもでかいし、まあ一個言うならまあ上のパス、まあドグとかピエとかと比べるとそこはってはなるんじゃけど、まあそれでもよ、それでもしっかりポイントはあるけな敵陣空中戦13ポイントあるけん、そう全然そこはありなんじゃねえとは思うけどね。ツートップ適性よりなこと以外は能力に関しては文句だ。そうね、じゃけそうちょっとツートップ寄りなんじゃけど、なんかうまくローテーション、動画でも触れたけどローテーションしながらうまくやれる気がするよね。でムツキが多分よね、ムツキが絶対一緒に、あセカンドトップに絶対おるわけやん。だったらムツキも結構ツートップ寄りじゃけん、
なんかそこでうまくいい感じにやれそうやけど、並んだり並ばんかったりみたいな。そうやけん、ね、あそう4年しかもそうなんよね、ワントップやってたよね。でもまあそこはちょっと よくわからんのんじゃけど、まあプロカテゴリーが違うのも、じゃけワントップのあれもできるんじゃろうけど、多分得意なのは2トップなんじゃないとは思うかな。まあワントップのプレー見てねえけど分からんけど、そうでもまあなんかまあそこはあんまり俺は心配しなくて、そうなぜならムツキがおるけんっていうのがあって、そうムツキと一緒にこうね、ムツ湘南3、4、2、1やってないね、3、5、2だけやね多分それだけムツキと大橋が一緒に出てくれる、まあムツキがおるのが、まあムツキ全部やってくれるけん、そうそう、でどっちかというとムツキもワントップじゃなくてやっぱツートップもしくはシャドウ、まあシャドウが一番あれなんじゃけどね適正ポジションなんだけど、そうムツキと組むことによってのこの2枚と1枚の一気機だったりローテーションだったりっていうのはすごいできそうな気がするけどな俺はユンベルクさんこんばんは、お久しぶりです、お久しぶり、お久しぶり、めちゃめちゃ久しぶりやん、だって久々に呼んだもんユンベルク、お久しぶりか、お久しぶりかそうね大橋くんはシュート意欲がめちゃんことだ、あそんなレベルないよ、マコレベルだったらいい、よきよき、そうミドルあるのがいい、マジでサンフレミドル打つのがタクムぐらいかだったやん、でしっかり枠にね持っていけるのはでけえよな、マコも打つか、マコも打てるかそうね死ぬんかってるすまんすまん関は、まあセンタートップ全員出られなくてムツキトップに回してもマコ、マルコス、エゼ、オアラといるから前線の、まあそう前線の層はすげえ熱いけん、そう大丈夫なんじゃけど、まあ適性とかまあいろいろ考えた上でと、やっぱりね俺ら昨シーズンすごい苦労したやん、やっぱいっちゃん前が定まらんときつくねえかっていうのはそうやん、じゃけんじゃけんは怪我せずやってほしいよねっていうのはあるあるで、ワンチャン俺3号にあるんじゃねえとも思いつつも思いつつ思いつつ、さすがに開幕戦で間違えて広域公園行く人おらんおらん、もう楽しみすぎるんやけん、今すぐ見たいもん、今すぐ見たいうん大橋がおることでムツキが大学時代はセンターハーフやってたみたいなので、何それムツキセンターハーフやったん、エグいって、まあできるもんな、できたもんな、正味ボービちゃんこんばんは、ありがとう、久々やん、あ来たかこの前も、久々やん、コメントあんましてくれんやんありがとう来てくれてそうまあムツキ、そうムツキがおったらね、ムツキがおったらマジでけえムツキおったらでけえ、マジでけえムツキおったらマジでけえツートップの場合ってワンシャドウ、352キロメさん、お久しぶりやんね、大橋くん楽しみマジで、そうでツートップの場合がちょっと今あるけん話題で352にするけど、352だったらまあ多分、いや前の配信でも言ったけど8番なんよ、インハーなんよね、タクムが
やけん、ツートップが、まあ、ピエとムツキ、あ、ピエ、ムツキ、大橋くん、まあ、大橋、ムツキで回すんか。で、で、多分、スキッペさんがやるのは、アンカーに、タクも置いて、マコ、マコ、ムツキ、ピエ、大橋になるとは思うんじゃけど、俺は、アンカーに、大地とか置いて、まあなんならマコモとかもなんかまあ置いてみたいなのがいいかなとは思う。そう、きっとね、352やるんだったら、まあスキッペさんがやりそうなんは、ボスがやりそうなんはアンカーにあれ置いて、タクも置いて、でマコとムツキのインサイドハーフのあれだな、超スーパーあれファイヤーフォーメーションみたいになるけど、になるんじゃないかなとは思いつつも352だったら俺はインハーでタクムを使ってほしいなっていうのはあるね。確実にボックスというボックスやけん、そう、インハーのタクムは見たいかな俺は352でやると結構、結構というかだいぶ夢は広がる。まあアンカー問題に直面するんじゃけども、まあその場合はマコが多分アンカーできてしまうけん、そうなんよ、そうだね。でも多分やるんよ、スキッペさんは、スキッペさんはやるんよ、352だったらね、やるんよ。そんなんもう分かっとるよ、けどスキッペさんはやってしまうんです、多分今までの傾向からすると。ね、待って待って、ミョンゴリアンさん、こんばんは。去年も守備で潰すランカー欲しいなって個人的に思ってたらどう思います？いや、それは欲しいよ、それ欲しい、それ欲しい。やけんアンカー問題はずっとあって、そう、ボランチでそもそも潰せる人が、潰せる人とか迎撃が作れる人が欲しかったんよ。んで俺は今年大地にすごいめちゃめちゃ期待しとって大地は多分センターバック、今のままだったらね、今のまま去年の、パフォーマンスのまんまだと大地はセンターバックだったらちょっときついかなーっていう、押し込める場合、自分らが保持できる場合とかだったらいいんだけど、どうしてもサンフレって今同数で守るプレッシングがあるけん、そうで、わざと地を開けながらっていうのもあるし、そこでしっかり潰せる人が欲しいっていうのは多分サンフレサポをほぼほぼみんな思っとると思う。で、その読みと中盤の中での強度が高いのが太一なんよ。で、その読みがバリ鋭いけ、太一はアンカーが一番期待できるっていうのが僕個人的な意見、ずっと言っとる。これは太一はアンカーやってほしいなと思いつつ、そう、だから352がもできるようになるかなとは思いつつね。そう、そうだね、潰せるアンカーは欲しいけどなんかまあ太一なり、俺はヒロヤの方がセンターバック向きじゃねえとは思うところもあるそうじゃけ、太一を俺はアンカーとして今年アンカーセンターハーフ、まあ中盤として育って欲しいなと思いつつ、んでヒロヤをセンターバック、俺はね、ヒロヤの方がセンターバック向いとんじゃないんかなって思いつつ思っとんよね。もうやかん、そうそう、勝手にね、勝手に、分からん分からん、うん、何を、中の人間じゃねえし、本当に外からこうやってワイワイできるのも楽しいけどさって思いつつ、俺はそう思ってます。はい、そう、太一めっちゃ合いそうやろ。俺は太一やってほしいよ。で、ヒロヤにセンターバック。ヒロヤはもうセンターバックやってほしい。普通に、マジで。マジで、もういろんなとこやりすぎ。確かにそこで覚醒。そう、覚醒イベがね。だけど、今年の覚醒イベントは太一とヒロヤで、いやで、多分。去年は、中野くん。で、中野くんと春季か。で、一昨シーズンがタクムとマコやろ。今年はきっと多分コッシーとか
そう、潰せる系かって言われると怪しいかもしれんけど、多分その潰せるところに到達するのがすごい上手くて、で読みが上手いけん読みが上手いけん俺はいけると思う普通に。で多分中盤の、まあ、それは潰せる系のレベルがどこまでか、佐野回収とかって言われるとちょっときついけど、俺でも普通に迎撃作る分には、狙いを定めてドゥーンっていく分には全然ありだと思う俺は大地だけど、どれぐらいで今前線で制限かけれるけん制限かけれるけん狙えますよねっていうのはすごい感じるかな、感じるところではある、俺はね。ホジはめちゃめちゃいい、そうホジめっちゃいい、ホジめちゃめちゃいい。ナッシもありがとう、ほんまナスありがとうナス行くなよまあ誰かは出ていくとは、ね、まあ俺はちょっと覚悟は決めとったが、そう大橋が来た分多分誰かどっか行くなーっていうのは覚悟を決めとったが、まあナスだったか。大地はアンカー向けだと思うけど、アンカー1枚はきつそう、今の陣容だと絶対そうね、そうね、絶対2枚は置きたいよね、まあ、それはそうだったら、そうなんや、最後2-1になるよだからまあむつき次第なところもあるかもしれん、大橋ワントップってなった時にはね。そうここがむずいよな、なんかずっとじゃけど若干なんかあの適性からずれるよなっていうのは、まあ俺むつき合わんのんじゃねは、ムツキのワントップきつくねっていう人だったけん、もうあのあんまりそう合う合わんはあれなんじゃけど、そうそう、まあ結局ムツキもセカンドトップやりつつ、まあ大橋が来てくれたおかげでツートップっぽく振る舞いつつ、まあいろんなことができるけんね、なんか特徴出してくれるんだったらやれそうな気がするけど、まあ2枚は欲しいよな。札幌さんなんかの試合後、スキップさん対地についてセンターバック以外のポジションを、ああなるほどね、じゃあええやん、あのセンターハーフ誰も移籍しなかったら本当に対地を、まあ難しいじゃけん、さっきも言ったけどヒロヤが俺はセンターバックやるんじゃねえんかなっていうのは思いますね、マジで。対ヒロヤをセンターバックの場合、右と真ん中どっちも俺は真ん中の方がいいかなとは思うか、まあ、右もできるよねっていうのはあるよね右がおらんけんな、塩以外、まあ、あれがおるけど中野くんがおるけどさ中野くんがおるが、まあヒロヤ俺の中だったら真ん中かなと思いつつも、だって鈴木優真抑えてるのは相当すごいと思うけどな。ナス移籍金もらえるよね、移籍金もらえるはずやで、なんかそうなんかいろいろ気持ちの部分とか抜いて考えると相当、まあクラブからしても移籍金がまあもらえましたよ。でナスからするとしっかりと常時スタメンで出れそうなアビスパ来ましたよと。そうでサンフレは移籍金もらえる、アビスパはあれできる、ストライカー確保できた。でナスからすると結構主軸で試合に出れる。やっぱねこのウィンウィンウィンだと思うよ、あの情を全部抜きにして考えたらねと思うけどね。やけんそうやっぱねプロサッカー選手はね、まあプロに限らずカテゴリーに限らずね、やっぱねサッカーするのが一番楽しいけん、試合に出てピッチにおるのが一番楽しいけん、楽しいけん、まあ悲しいけどおらんくん、すんげえめちゃめちゃいい人や、いいプレイヤーや、
そうだけど悲しいけどナスに関してすごいだけどやっぱねプレーするのが楽しいけんサッカー選手いや頑張ってくれだけどもう仕方ないこればっかりは出れるとこ行ってプレーしても普通にそうね細谷くん細谷くんもアンカップタイプ細谷くんちょっとごめん俺分からんけん何言及できんわ細谷くんについてはすまね更新してたしもうそれあれやんあれってかそれもうあれじゃんあいつやんジュニオールサントスやん広島のミッドフィルダーは同タイプの選手が多いから編成でねそうなんよそうなんよちょっとねなんか若干なんかこうあれなる難しい感じにはなるよな右ストッパーの2番手は、まあ、中野くんかああまあ一番そうやね佐々木を右にしてヘンリーが左がなんか一番あれかなしっくりくるというかしっくりきそうな感じはするナスは移籍金もらえるはずだけどクラブ間でどういう取り決めまあねどうなんかねまあでも移籍金もらえるのはでけえよ頼むてありがとうナス本当にありがとう借り入れねジュニオールサントスじゃないねジュニオールサントスだだっけ借り入れちょっとわからんわ俺ジュニオールサントスじゃねえわごめんナス本当にありがとうナスがおらんと俺らもうルヴァンカップ取れてないけんもうありがとうナス本当にありがとうマジ頑張ってくれもう頑張ってくれ中野を後ろに回すとなると右のウィングバックは心細くじゃけんそこをじゃけん今年の覚醒イベントがヒロや太一コッシーや覚醒イベントマジ頑張ってくれほんまに頑張ってくれ運動量無視したら塩が一番アンカー塩のアンカーがね適性ある気がするけど運動量無視できんのよサンフレにおいてそう機動力があんまり無視できんけんなアンカーがきついかもしれん潰せるけどねでもねサンフレにおいてやっぱ塩と笹椒は偉大すぎるけんちょっときついかもしれん中島くんってボランチよりシャドウ向き。これはね、僕のここの今の有識者の人たちに聞いた方がいいですね。僕あんまりすいませんが、ユースの試合を見れてなくて、彼のプレーをまだあんまりわからんけん。そう。でもみんなシャドウ向きって言うし、シャドウ向きっていう人もおるし、あれっていう人もおるし、センターハーフ向きって人もおるし、じゃけん全然、まあ、プロはね、プロの世界はまた変わってくるけんどうなるかわからんが、そう、まあ見て見て、印象を語りたいかな。チーム運営もビジネスだからな、1000円払うはお金にわかる。まあまあ、そうやね、そうやね。細谷くんは、川村拓夢系ね、細谷くんは、春季と拓夢を、に出たに拓夢をおーすごいやんすごいやんまあ見てみんといけんでも普通に見て判断したい俺は見たもので判断したいけんいやでもまあ細谷くんがセンターハーフできるんだったらまあどうおーすごい足して2で終わった感じすごいかもしれんヨータラユースの試合は感じだけど、前目も。そうね、じゃけ、これをね、難しいところよね。見てみよう。ヨータラはボランチ。じゃあもうボランチにしてもらおう。青みたいなタイプだったら嬉しいな。青みたいなタイプだったらすんげえ嬉しいし、でけえよな。やって、それできるんだったら、タクムを解放できる、タクムを解放できる人にしてほしいかな、なってほしいかな。てかボランチでなるほどねボランチで育ててほしいね
そうね、頑張ってほしいよな。だいぶボランチも、そうは中盤の層が厚すぎるけどな。頼むぞマジで。大橋くん、ちょっと待ってよ。ハルトくんが、大橋、中島くんタイプ的にイニエスタみたいな感じに思う。もうそしたら8番になるよ。ボランチやってほしいけど、とりあえず共同的にトップで出るならシャドウ。あ、はいはい、共同的にね。そうなんよ。そこが難しいところよな、事件。ルヴァンとかで、その J の強度、やっぱね、カテゴリー上がったら全然違うやん。そう。1個上がるとね、1個上がると全然違うけん。そこがどうなるかよね。どうなるかよね。そう。プロになる人たちはね、もう身体能力がトップオブトップなんじゃけど、プロの世界になったらもうプロの世界で活躍しようと思ったら、もうトップオブトップオブトップやけん。難しいところではある。じゃけどうなるかわからん、まだ。ボランチって呼び方タイプ広すぎて伝わらん。じゃけボランチ。まあサンフレで言うボランチでいいんじゃない？センターハーフ、ボランチ、センターハーフ、アンカー。8番か6番かで、まあ全く変わらない。じゃけインハーかセンターハーフかってことやろ？じゃけサンフレで言うセンターハーフ。はできるんじゃない？わからんわからん。もうプレイ見てないけん、ほんまに。プレイ見てないけんわからん。まあ、潰しタイプのアンカーでは絶対ないね。まあ、その感じはなんとなく知っとるけど。そう、じゃけ、アンカーは無理やな。6番は無理やな。6か。アンカーは無理か。センターハーフやな、センターハーフ。じゃけ、2枚やな。タクムと、だったらタクムと組んだらいけそうな気もするけどなーとは思いつつ、わからん。俺のイメージの中の陽太郎はイニエスタっぽい。もう8番になるけど、そしたらまあなんとかなるやろ。わからんけど。インファンティーノ、こんばんは、ありがとう言ってくれて。まあとりあえずちょっと待ってよ、大橋くんの話に戻ろう。大橋くんはね、ショートカウンターも打てるんです、運べるんです。昔ツイートしたんですけど、大橋は平均シュート 2.5 本のうち 1.1 本と枠内多く、道具が 1.5 で枠内 0.6、 ピエが 1.6 本で 0.9、 マコが 2.3 で、めっちゃうまいやん。じゃあまあ 2.5 本、3本打ったら 1.5 点ぐらい決めてくれる。あ、枠内には2本打ったら、3本打ったら2本ぐらいは枠内に決めてくれるってことやろ、入れてくれるってことやろ。ええやんけ、ええやんけ、大橋くん、おーちゃんだって、もう心臓に毛生えとるだろあれ。なんか回ってきたけどさ、ポストでリポストされて、なんかね、記者会見で、入団会見で、重圧とか感じるんですかって言ってから、あ、うん、はい、まあ頑張りますって。もう心臓に毛生えとんよ、メンタルえぐいんよ。メンタルえぐすぎだろ、おもろすぎだろ。いやいや、やれるわ、やれると思う普通に。んで、ボックス内やっとなんか やっとボックス内で動きを加えれながら、そう、あんたのやつよ。あんたのやつよ、コップ、あんたのやつよ。あんたのやつよ。そう、じゃけボックス内であれをしながら、加えながら、動き加えながらバチコーンって決めれるタイプで、ニアに突っ込めてニアで決めれるのはでかいし、そうね、まあ
あと組み立てやね、組み立てんとこやね。まあ土偶寄りではねえよな、ピエ寄り、ピエロス寄りじゃけん。俺はまあなんかあんまり心配はしてねえ。でも心配してないけん。そう、何よりね、やっぱね、そうショートカウンター打てるのがでかいよね。ショートカウンター打てるし、エゼし、え、正味エゼとタクムぐらいじゃん。ロングカウンター、ショートカウンターだったらまああれやけど、めちゃめちゃカウンターに適性ありますよっていうと、ロングカウンターはタクムぐらいだったけどさ、ショートカウンター、まあ多分ロングカウンターも打てるし普通にね、でショートカウンターも打てるし、そうなるとやっぱ相応のね、ワントップが入ってきてくれた、ゴリゴリ運んで強引にシュートまで持っていけるというか、自分でも持っていけるっていうのはでかいけ、ほんまにありがてえ、マジでありがてえ、マジでありがてえ。大橋は左足も高いレベルで使えね、使える。そう、これはほんまにでかいわ。もうあとね、どれぐらいじゃけリンクできるかなんよね多分そこのところやろ、リンクうんぬんの話で、リンクうんぬんの話であれだと思う、ツートップ向きなんじゃねっていうのがあるんじゃない。でも俺の中だったらね、結構ライン間のさまよい方、うろつき方っていうのは、あと離脱の仕方がうまいけ、俺はありなんじゃねとは思いつつ、で何回も言うけど、あのなんかね、ムツキと組んだらうまくやれそうやなっていうのはあるけどね。あるけん、いけると思う、普通にいけると思う。去年散々カウンター下手って、もうね、去年だってなんカウンターカウンターそれを決めきれよみたいな、カウンター決めきれよみたいな、カウンター行ききれよっていうのは結構あったけそうそう、やっぱおらんかったやん、タイプ的に自分でゴリゴリ持っていける、自分で打開できるっていうのがおらんかったけん。そう、まあそれができるのはでかい、増えるやろゴールも、必然的にカウンターが一番ゴール入るんやけん、カウンターが一番ゴール入る、ゴールの確率が高いと思う、カウンターが。マジで孤立した、まあまあそこやな、そこなんよな、孤立したリンクアップね。そう、一人で、じゃあもういっちゃん分かりやすく言うと、あのジルーとかさ、ベンゼマとかさ、あんな風にボールを孤立した中で待てますかっていうと、まあ、そこにちょっとだけ疑問符は残るけど、多分そういう展開がまあなんとなく少ない気が、少なくなる気がする。で、なんで少なくなるかっていうと、そのプレスの線引きのところを昨シーズンしっかりとやってくれたけん、そう、勝手にドゥーンって言って、まあまあバラ、まあちょっとだけバラバラな状態でプレッシング行ってしまうと孤立もしてしまうし、まあ、押し込まれるっていうのが、多分プレスの線引きをしっかりとすると少なくなるんよね。まあなぜなら全体でミドルブロックから出ていけますよっていうのができるけん。ケビン、こんばんは。ありがとう、ケビン。どんまい、デブライネ。またあれやん。怪我したやん。どうすんの、やばいやろ。頑張ってくれよ、ほんまに。そう、じゃけ、線引き、プレスの線引き、ミドルブロックからそこから出ていきますよってなった時は、孤立はせんと思う。じゃけ、あんまり孤立するせずに押し込んだ状態でしっかり周りとつながれながらっていうのが多いんじゃけど、どうしてもまあそれが全部が全部それでいけるわけじゃねえけん。そう、じゃあ例えば押し込まれてしまった時に、もうそこ頼む、キープしてくれよがどうなんかなっていうところは、まあ否めんところではある。そうかな。まあ言うてもピエもそうじゃねえし、
ドグぐらいで、言うてもドグもまあそうじゃねえしまあ難しいよなナスぐらい、ナスはナスがすごいリンクがうまかったけん、やっぱナスはすごい偉大だったよ。偉大すぎるよ、うめえよサッカーあの人めちゃめちゃうめえよ、キーキクシー。そこやな、そこかな。ナスみたいなんがおらんなった、ナスのタイプがおらんなったのはちょっとまあ本当にちょっとマジできつい賞味きついところはあるけど、なんかまあセカンドトップでなんとかなるんじゃねって楽観的な考えを僕は持ってますね。そうけど、なんかまあまあナスと比べるとあれじゃけど、ナスとかまあピエまあナスピエドグと比べた時にはやっぱり一番ショートカウンターの威力は出せるじゃろうし、そうボックス内のあれもしっかりと合わせれるじゃろうし、より動きが加えれるかなとは思いつつ、全然俺はすごい嬉しいところではあるかな若干するで、するする若干するけど、ナスみたいにじゃあ流れますかって言われると、そんな流れんかな、そんな流れんかな。まあでも流れるプレー覚えてくれたら助かるけどね、普通にそんな線イメージはあるじゃけまあサイドプレイヤーじゃないけんないや、あのボックス幅ではしっかりと、なんかは、まあ、ハーフスペースとかではしっかりキープはできるしそう、なんか俺のイメージなんやけどウィングバックからの引き取り方がライン間の、何回も言うけどライン間さまようのが、うろつくのが上手な人やけん、そう案外ねって言ったらあれじゃけど、上手だと俺は思うけん、だけどウィングバックに入った時のまあ斜め前だったり横だったりをちゃんと俺は引き取れるんじゃないんかなとは思う。まあ上のパスじゃけん、じゃあ例えばサコからゴールキーパーから上のパスでってなると、ちょっと良さはあれするけど、じゃあ笹翔、俊樹、もしくは七木くん斜めで大橋に打ちますよとか、多分そこのタイミングは、まあ、湘南でもウィングバックがあったし、そこのつながり方、まあ、セカンドトップがおるけんね、まあ、ここのセカンドトップとの、まあ、最初はちょっとギクシャクは若干しそうだけど、そこのリンクのつながり、リンクの仕方はなんかできるんじゃないんかなと勝手に割と楽観的に考えてる。でこれでセカンドトップだったらマジでおもろいよな。そんなことはないと思うけどそんなことはないと思うけど、どうしようこれです、大橋がセカンドトップだったらどうしようね、どうしようねマジで。いやマジなんとかや、もうほんまにもう15ゴールぐらい取ってくれ、1万収まる。あ待てよ、ケビン怪我再発、あそうなん、偽情報だってよかった。もう全てのサッカー選手はほんまに怪我せんでくれマジでプレイしてくれよ。一番収まるフォワードね、まあ道具になるんじゃけど、その収まるのは多分まあ道具か、収まるけど道具どっちかっていうとね、手前にセカンドボールを作ってくれるタイプじゃけん、そう、まあでも道具 PA、大橋くんって考えた時には多分道具がいっちゃん収まるかな。まあ上を収めてくれる、ルーズボールをマイボーにしてくれる、収まるがどこの定義になるかがちょっと難しいところではあるが、まあ一番マイボー自分たちのボールにできそうなんはまあ道具かなとは思いつつ、まあ、どっちかっていうと、なんかね、ピエは、上のパス、
まあ、サイドからとかから背後抜け出して、でディフェンダーの前のベクトルを後ろのベクトルにして、でベクトルボールと守備のここのこれを合わせることによって飛ばんようにするよ、クリアを。たら手前にあれができますよねっていう、セカンドボールができますよねっていうタイプだと思う。でそこにしっかりと全体が押し上げてついていけるんだったらセカンドボール拾えますよねっていうのが多分ピエで、大橋君も多分どっちかっていうとそっちの方が得意だけど、しっかり下からつなぐんだったらあり、多分そこのところで2トップの方が適性があるんじゃないっていうのはあるんだと思う運用で、道具はどっちかっていうと基準点型じゃけ、そうサイドに流れたりは要求するけど、まあ、そこでしっかりと待って相手を背負いながら手前にセカンドボールを作るよっていうのが道具かなと思う。じゃけん戦い方が若干変わるよねっていうのはある。じゃどっちかっていうと道具じゃなかった PA とかはしっかりライン感を広げてくれるけんセカンドトップが行きやすい、あの引き取り方の問題になるけど、そう引き取るのがうまいマルコスとかエーゼとかマーコとかがおるとまあライン感が広がるけんそこのライン感で引き取れますよねっていうのがそっちの戦い方で、道具はどっちかっていうとアタックできる方やね。だから予測とか予測からのそのガチャンってなった時に奪い切れるか否かみたいなの戦い方になるのが、どっちかというとゲーゲンプレス寄りになるのがドグのがおる時の戦い方になるんじゃないかなっていう俺の勝手な印象かなただドグはメンタルが収まらない、そうね、じゃけそこなんよね。そう最後の方はドグすごい頑張ってくれたし、後半戦か後半戦すごいドグ頑張ってくれたっけん、そうじゃけどっちかっていうとドグの方があのサンフレの戦い方、まあ、何ゲーゲンプレスだったりハイプレスだったり、まあ、ハイプレスのところというかゲーゲンプレスをあれしやすい、発動しやすい、そうトランジションのところを発動しやすい、ガチャガチャってなりやすい、ガチャガチャってなる、このガチャガチャの確率を上げるために、まあ、ドグに入れたし、入れる瞬間、入れるボール、入れるボールを打つときにマコとか、まあ、セカンドトップだなりセンターハーフなりウィングバックなりが準備ができますよね、明確になるけんできますよね、まあ、そこの、まあ、準備ができますよねで戦えるんだと思う。そういろいろ多分戦い方がね若干変わってくるよね、まあ、キャラ、まあ、どうしてもねキャラクターがあるけん難しい。で大橋はどっちかっていうとピエ寄り、ピエ寄りかなと思う。じゃリポジで裏抜けするんか、まあ入れ替わりながら、じゃディフェンスラインから離脱して、まあウィングバックが抜けるんか、ムツキが抜けていくんかは、まあまた見てみると分からんけど、妄想ばっかり広げれるけん、そう、そこの入れ替わりは多くなるんじゃないかなとは思う。あの、大橋くんがワントップに入った時はね、セカンドトップと、じゃスリートップは、スリートップの、こういうローテーションはすごい多くなるんじゃないかなとは思う。ぐる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 回りそうな気がするけどね。じゃあ2列目からピヨンって出ていったりっていうのはなんか多くなりそうやなとは思いつつでストライカータイプじゃん、ムツキも。じゃあなんかムツキのゴールとか絡む、ゴールに絡んでいく数字は増えるんじゃないかなと必然的に思うんですが湘南札幌の取り数割と収まるって見た気がするんで、見てみよう案件、そうやな、見てみよう案件じゃけど、まあ俺の中では、まあ、割と収まるがあれじゃけど、俺の中ではよ、俺の中ではそう離脱が上手、離脱が、まあ離脱が上手じゃけん収まるんかかなまあでも敵陣空中戦が13、まあこの敵陣空中戦が、あ、このフットボールラボね、フットボールラボさんの敵陣空中戦13が
まあ、敵陣じゃけんな。普通にボックス内、ボックス内とかだったら、あれじゃけんな。だってまあ、敵陣空中戦パト、大阪半端ないって、知念、山崎、柿田、ドグ、やっぱそうよな、山岸とか。まあ何より大橋はプレッシングで、そうなんよ、そこなんよね、プレスが上手なんはね、マジでかいでかい。だってこのカバーエリア7って多分あれやろ、ナスぐらいあるやろ、これマジでかいわ。そうやっぱ生命線じゃけんな、なんだかんだ言いつつ、保持にトライしてくれとかなんだかんだ言いつつ、やっぱりサンフレは今のサンフレの生命線はプレッシングのところじゃけん、このプレッシングのところで機能せんくなってしまうと全部がね崩れてしまうけんね、やっぱり。だけんそう一人、そう奪いきらんでもいいよ、奪いきらんでもよくて、奪いきらんでもよくて、限定ができるんだったらね、限定できるなら後ろが狙えるようなプレッシングができるんだったら、それが一番いいけんな。まあ一番、まあ一番いいは嘘、ごめん。でけ、限定できて、限定できるのはいい。奪い切れるのがそれは言っちゃいいよ。センターバックから奪えや、それはもうあとゴールキーパーだけじゃけん。でけ、それが一番いいんじゃけど、もしもそれが、例えばまあ奪い切る、センターバックのところで奪い切るっていうのは難しいけん、まあ、そこで初めて、まあ、よく言う限定しろよね、何々切れって背中で消すってやつやな、カバーシャドウってやつや、あれができるんはやっぱりでかいし、そこのそう奪うもの、選択肢を奪っていくんだけど、その選択肢を奪うためにはやっぱ寄せ方だったりさ、そのやっぱスピード感とかだったりさ、まあ右足消すんか左足消すんかみたいなとこもあるし、そうじゃけん、そこができるのはめちゃめちゃでかいよなとは思う。でそれを湘南なんてさ、迎撃作ってショートカウンターで仕留めていきますぜみたいなのがさ、生命線なわけやん。じゃけん若干サンフレと似とるとこがありながら、それで勤めとったわけやろ、しっかり先発23試合中22試合かやっとんやけん、それはもうさ心配するわけがないよね。そうしっかりと戦えるしハードワークできますよねっていうのはやっぱいいよね。いいじゃん、いいじゃん大橋くん、ありがとうございます。本当に来てくれてありがとう90分走れる道具って聞きました、本当でしょうか。90分走れる道具だったらもう一番いい、わからん、90分走れる道具、まあ、道具と比べたら走れるよ、走れる。まあまたさっきも言ったけど、若干変わるかもしれん、戦い方がとは思うけどな。もともと3列目やってたくらい勤勉に走れる、まま走り回れる、もう走り回れるので、やっぱねサッカー走る大事よ、サッカー走るスポーツやけん、走れんときついけん、なんだかやっぱなんだかんだ、しかも現代サッカーなんか走れんときついけんな。大事やで、走れんと。ありがとう。本当にありがとう。走れる選手やっぱ大事。大事や。相手の選択肢を狭めるプレス、相手の思考時間を奪うプレス、味方が自陣までもう守備に戻る必要のないプレス。そうそうそう、じゃけんね。あれやな、奪いに行く。ゴールを目的とするプレス。ゴールを奪うためのプレスができるかな。そうで、正味さ、ハイプレス仕掛けてる時にさ、じゃあ自分たちが陣形を整えるためのプレッシングですって、相手を遅らすためのプレッシングですはいらんのよ。そんなもう敵陣でさハイプレス仕掛けとるのにさ、そんなもう無駄ないよね。じゃなくてしっかりとボールを奪い切ってで、ショートカウンターに出ますよっていうプレスができるのがほんまにでかい。ほんまにでかい。そう、限定して
限定して迎撃が作れるようなプレッシングをかけてかけれますよっていうのがやっぱりでかいよねとは思う。やっぱ大事なんよ、大事なんよ。じゃけじゃあ例えば相手が433で、じゃあ2センターバックに対してセカンドトップが外切りで行ってますよねじゃないよ。これ多分ね、よくないよ。この考え方じゃなくて、そこからじゃあわざとアンカーが空いてますよね、ここのアンカーでわざとここが迎撃ポイントですよねっていうのが分かるプレッシングをかけてくれる系、そうすごいいい。3センターバックに対して3トップを当てはめてます。じゃあどこで奪うのが正解、どこで奪う狙いがありますかっていうのがすごい分かるプレッシングをかけてくれる系、すごいありがてえ、すごいありがてえなとは思うし、それができる選手じゃし、そうそう。でそこのチームとして向かうなんていうんやろ、プレッシングをチームとしてやりたいプレッシングをしっかりと遂行しつつ、きっと個人に対してセンターバックの個人に対してまあ圧力もかけれますよねっていうのが多分大橋くんでかい。これはこれはマジででかい。大橋のカバーエリア7はサンフレだとマコと同じ、ムツキナシムは9。はい、でかー、これはでかい、マジででかい、でかいでかい。じゃあマコぐらいプレッシングが、じゃあ背中で消すっていうか、まあ背中で消すのとこのスライド、横スライドとか早いってことやろ、これはでかいよ。ムツキナシム、まあムツキまあムツキとナスがおかしいけん、あの人たちプレッシングうますぎるけん。深澤さん順位予想はしないですか。順位予想ね、俺苦手なんよ。やろうか順位予想。ちょ待って、来シーズンどこがおるっけ。順位予想ね、俺結局去年の予想からどうなるのか。だって俺去年も、まあでも紙一重だったもんな。俺、そうね。じゃサンフレの順位だけ言っていい。サンフレの順位だけ言うわ。去年もサンフレの順位だけ。赤沢氏安定の7位は、それ去年やん。俺なんかね、今年はね、ほんまに、ちょっとあんまり、俺ほんまに1位か2位と思ったよ、今年はね。今年は。いやいや、ほんまに。これちょっと真面目に。だって去年も言うて紙一重で3位だったやん。ね、めちゃめちゃ紙一重じゃなかった。俺もう7位かと思ってたもん。もう7位。そう、でもなんか、去年とちょっと違うよね。あの、なんて言うやろ。心配感があんまりないっていう、浮かれ具合があんまりないっていうのが、これはもう本当に、はい、フラグ立ったよ、フラグ立った。あんま言いたくなかったじゃけあんま言いたくないよ、あんま言いたくなかったんですよ。そう、俺はなんでこんなに広島の評価が高いかは分からん、俺も。そう、じゃけ俺もそうなんよ。そう、なんかね、そうな、こんなに俺は評価がめちゃめちゃ高いのはびっくりしとる。でも正面俺は多分ね、なんとなくやけど2位な気がする。そう、なんとなく。なんとなく2位な気がするんよね。そうなんでかっていうと、やっぱ監督が変わりつつ、いろんな、まあ入れ替わりが激しかったやん、今年の移籍市場。
他のチームがね、他のチームが入れ替わりが激しいな、激しかったしっていうのも考えつつってなると、そうじゃけ、あの上積みがあるかないかでマジで全く変わってくると思う。これで上積みがないんだったらほんまにね、なんか10位ぐらいで終わりそうな気がするんよね。でけ、まだちょっと早いと思う。早い気がする。まだ分からん。順位予想はね、3節ぐらい終わってからやりたいかな。そんなんだって今やったらもう1位とか言うわ。1位、2位って言うわ。だけ、真面目に言うんだったら3節ぐらい終わってやりたいかな。今年は J1 全部見る前やるけん1回目に行って、今シーズンの開幕戦はすでに天王山。レッツはね、レッツむずいよな。レッツむずいわ。どうなるかわからんわ。戦力的にえぐいのはやっぱレッツとかヴィッセルとかよな。言うてもサンフレもやばいか、なんかあそことはやっぱなんかちょっと一線を隠すというか、そう難しいところである。2位の気がする。本音は1位取ってほしいけど、まだそうね、そうなんよね。じゃけ難しい。でもな、上位にはおる気がするんじゃけど、言うてもほんまに紙一重だったけんな、昨シーズンもマジで去年結構際どい試合が多かったから、去年が上振れしとんのか下振れしたのか、そう難しいんよ。じゃけ今やるのは難しい気がする。3試合、ほんまに3試合、3節終わったあたりでやりたい。真面目な順位予想はほんまに3節終わったぐらいでやりたいな。今やってもね、分からんて、何も分からんて。だってサッカー練習も見てない、そう、どんな監督かもちょっと分からん。そう、いろいろあるけん、そう、3節ぐらい行こう。3節ぐらいでやらせてくれ。そこで俺の結論は出すわ。でもなんか去年みたいな、なんていうやろ、なんか去年はね、ほんまになんかね、そうやばいなって思っとったんよ。去年はほんまになんかこれなんかマジでやばい気がするなーっていう、なんかあの、わかる？いやいや、何回も言っとったけど、ワールドカップのさ、あったやん、日本対コスタリカだったよね。日本対コスタリカの感じがすごいしたけ、なんか浮き足立っとんなーっていうか、なんか楽観視しすぎやなーみたいなのがあったけん、俺は去年はもう多分この時点で7位とか7位8位あの辺やな、忖度なしで言うとっていうのをやっとったと思うけど、今年はね、なんかその感じがない。これね、多分ね、あれなんよ、ほんまにね、感覚なんよ、この感じだけは。で、大体ね、なんかあるやん、カテゴリー問わずサッカーやっとったら、なんか、あ、この試合なんか負けるかもしれんなーとか、なんか浮き足だっとんなーみたいな、なかった？学生の頃、現役の頃めっちゃあったもん。多分それがない今年気がする。はい、まあ、まだやりません。まだちょっとできんかな。浦和神戸を上回る、もうビッセルがね、どうなるかよな。なんだかんだだってビッセル、まあ、グランパスはまああれするかなと思ったけど、失速するかなって思いつつ、俺もビッセル正味俺は失速するなって思ってたんだけど、結局せんかったじゃん。ということはあれで戦えるってことやろ、1シーズン通して。だったらさ、ちょっとわからんよなとは思う。でもまあ、コンペティションが増える分には多分ヴィッセルもきつくなるんじゃないかなとは思うけど、まあレッツよな、レッツが本当に未知数すぎるけん、わからんで、マリノスもちょっとまだわからんね。あとフロンターレもわからん、あの辺わからん。で、あとグランパスがね、グランパスが一番未知数すぎる
でもグランパスはね、グランパスが未知数すぎてどうなるかが分からん。グランパスちょっと結構俺グランパス怖いんよな割とグランパス怖いと思ってる人なんじゃけど優勝争いは神戸か広島かな。あ、まあ積み上げがあるよな、どっちも積み上げがあるところでいくと、まあそこになる、順当にいくとね。ちょっと待ってよ、ガチでスタートダッシュ次第ね、スタートダッシュ次第。そうなんよ、まあ、新監督のところは未知数すぎるよね。大阪が去年と同じパフォーマンスなら連覇しそう。浦和は勝率次第ね。はいはいはい。浦和東京 F と FC 東京、 FC 東京どうかね、 FC 東京どうなんやろ。あとね、俺町田が結構ね厄介だと思うよね。あの上位陣じゃけ、今年の上位陣にすごいいいサッカーしそうな気がする。普通にいやいや持たされたらきついけどっていう気がする。マジで町田も結構バレ、結構というかかなり厄介だと思うけどな。普通に何の試合やったっけな、天皇杯かラバンか忘れたけど、マリノスとやってた時こいつら迎撃もできるんって思ったもんな。あの時なんかめっちゃ強くねって思った気がする。普通にまあ、勝つサッカーするけんな、現実的で勝つサッカーするけんちょっとまあ厄介ではあるマジで厄介。浦和は爆発力あるけどハマるかは知らん。神戸はこのままのスタイルでいくなら優勝候補筆頭だとね。そうなんよね、そうなんよ、そうなんよ。レッツがどうなるかマジで分からん。ヴィッセルもほんまにどうなるか分からん。調べんといけん。終わった？まだ補強できるのか分からんけど。ちょ、でも、ある程度決まったやろ。あれが。メンツが。調べにはいけん。把握せんといけん。レッツ ACL も天皇杯もないの。いや、それな。それな。それはそう。それはそう。ずるすぎる。マジでずるすぎる。ずるいって言っちゃあれだけど。ずるすぎるまだ早いわ。これあれか、予想順位ね。今の予想はそう、願望になるんよマジで。正しいお金の使い方を理解した神戸はね、そうなんよねそうなんよね。レイツは3バックにしてミラーゲームで切ってくれたら普通に勝てそう。そう、そこはまだねちょっとあれだわ、未知数だわ、普通に未知数だわ。やる、どうなんやろ。レッツ433なんかな、343なんかな、分からんな。大阪の調子次第ね。ヴィッセルね多分落とさんで、あの調子多分、まあ、あかん。どれぐらい去年バフがかかっとんったかが分からんし、まあそこ次第やなマジで。その気持ちめっちゃ分かる。でも今年は評価の実力が追いついてきつつあると思う。おお、分かるやろ。なんかそう、なんかね、じゃけあんまりなんかめちゃめちゃ心配はしてないけど、あんまり浮かれすぎちゃいけんなと思いつつ。マリノスの順位予想、マリノスマリサポの順位7位か。はい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 、まあ現実的ってやつやな現実的、まあマリノスもないキューエルやろ、キューエルってもうとうとうすごいやん、キューエル。すごいやん。すごいやん、キューエル。キューエル。キューエルが監督しとん。なんかもうすげえわ。そう、もう時代だわ。時代をすごい感じるわ。フロンターレ約70試合くらい戦うほどの、70試合も戦うフロンターレ。かわいそすぎ。70、死ぬって。死ぬってマジで。モリシー覚醒イベント来ちゃうの心苦しすぎる。まあまあまあ、でも来そうやけどな。普通に442だったらちょっとあれかもしれんが、どうなんかね。でもグランパスマジでグランパスのバリ厄介だと思う。普通にパトポンパト
パトね、だってもう山岸も言ったんやろ、怖いってほんまに。グランパス北海だったら最強やと思う、当たったらの話やけど。そうね、じゃけんグランパスはちょっとねほんまに、なんかグランパスなんか結構うーん大丈夫じゃねーみたいな雰囲気を俺は感じるんじゃけど、グランパス結構えぐいと思う人なんよね俺。グランパス結構なんかやばそうな気がする人なんじゃけど、どうもそんな人なんじゃけどさ、新潟のようなクセモノ感を町だからね。いやそう、町田は多分クセモノやで、あそこマジで。町田と京都はスタイルに合った選手取れてる気がするから怖い。でも町田どうなんかね、あの選手が多すぎ問題あるんじゃけど、まあ部活上がりだったらね。だってもう部活なんか70人とか100人とかおるわけやん。それを考えるとね、ちょっとあれやな、なんかなんだかんだで何人おるんか知らんけど、今30人ぐらいおるん今町田。黒田さんはなんかうまく管理しそうな気がするけどな。町田は普通にトップハーフ、うん、そう俺はなんか普通にトップハーフおる気がするんよ、なんか町田マジで。セットプレーが死ぬほどうまいで、一番やっぱねロングスローは強いって一番多いんじゃもん。だってサッカーでセットプレーの中で一番多いもうスローインが、それをしっかり武器にしとんのはもう現実的だと思うし、戦い方まあ好き嫌いはあるかもしれんけど、戦い方勝つ戦い方としては合っとるよなとは思う、マジで。普通に嫌いじゃけん叩く、嫌いじゃけん叩くはちょっとなんかまあ違うかなとは俺は思いつつ見おるけど、なんかロングスロー多いみたいな見るけどさたまに。まあ嫌よ、嫌じゃけど、それをなんか否定するのは違うよなと思う。だってもう一個の武器やん、セットプレーだしあれも立派な。そうもう勝て、あれで 勝ってきとんやけどすごいよなとは思うし、ちゃんと結果残して上に上がってきとんじゃけん。そう。しかるべき評価は受けるべきやなとは思うけどね。それもサッカーだしな。ロングスローは悪、そう。そう、ロングスローが悪みたいなのを、そう、そうだよ。別にね、好きか嫌いかって言われたらね、ちょっとなんか、おい、あんま好まんけど、でもあれで点取れるのは立派な戦術だしな、普通に。そう。あれの悪、そう、そうね、あれが悪っていうのはちょっとなんかまあ違うかなとは思うけどな。悪ではねえよ、悪ではねえ。好き嫌い、嫌いと悪をみんな混ぜすぎやなって思うな。悪じゃねえよ。だって勝ったら正義やけん。勝てるんだったら正義じゃけどな、普通に。まあ勝ち方にもよるんじゃろうけど。やば、勝ったら正義やけん。で、しっかりそれをさ、ちゃんと練習でやっとるってことじゃん。それはすごい評価していいんじゃないとは思うけどね。わかんねえ。町田は去年のキャンプで綺麗に負けたからね。苦手なタイプだけど、絶対、そう、苦手な、絶対には負け、それは絶対負けたくねえよ。それは絶対負けたくねえよ。負けたらイライラするよ。負けたらイライラするけど、そう。クソってなるけど、そう、負けてイライラして、それお前サッカーしてないじゃん。なんやねんみたいなのは違うんじゃないとは思う。違うんじゃないと思う人ですね。はい。浦和の新監督が保持し倒す、攻め倒すタイプらしいね。完成してない開幕ならプレスで利用ができるかも。あ、もうそう、じゃあもう早めに当たったのは得やな。いやマジで開幕で分かるよな大体。あ、今年開幕だけじゃ分からんか、開幕3試合ぐらいで分かるよな。今年なんかこういうサッカーするんじゃねえっていう分かるよな。
やじゃけ ありがてえよ。どれぐらいでもめちゃめちゃさ、いやいや、それこそトゥヘルみたいにさ、すぐサッカーを作れる人だったらさ、自分がやりたいサッカーというか、まあ選手に合ったサッカーというかを作れる人だったらさ、もしその監督がね、もう結構えぐいことになりそうやけどな、レッツ。確かな技術持ってる人多すぎるって、怖いって、怖いって町だって A 契約の人数制限無視、そうそう、俺ねその辺が分からんのよね、分からん。なもう どうすん町だ、すごない、補強しすぎじゃね金湧きすぎじゃね、マジで。監督のコメント的にはレッツは4123ね、4334123か、もう保持やん、めちゃめちゃ保持するやん。じゃあレッツ B 契約で報酬で調整しとる感じがあれね、町だね。キューエルが一番わからん、いやキューエルが一番わからんよ、キューエルが一番わからんよ、一番わからんよ、一番わからんよ。フランパスはディフェンダー放出しすぎてわからん、もうどこもわからん、グランパスもわからんグランパスもわからん。ボイテ行ったやんけ、ベルギーに、藤井くん海外行け案件の一人が行ったやん、一人どうなるかね、頑張ってほしいな藤井くん、マジ頑張れ。てかもう海外に行く日本人みんな頑張れ、海外に挑戦するジェリーがみんな頑張れ、マジ頑張れ、マジ頑張ってくれ。フロンターレはリーグ天皇杯ルヴァン ACL ACL エリートスーパーカップ等で全部勝ったら最大70、おいやばいって、70社えぐいって。山岸欲しかった、山岸欲しかったよな、山岸普通に欲しかったよな、理想系やもんな山岸って。サンフレの、サンフレのワントップの理想系やもん山岸フランパさん前が半年か、そうねそんな半年間にレンタル移籍という意味不明な移籍ないよマジで、何やねんそれ、保険かけんなよ。前田直樹もそうだったけど、保険かけんなよ。グランパスは前がえぐいけど後ろが気になると、気になるのと森島さんさらに傾斜さない気になるね、森氏ちょっと苦しそうな、442とかだったら、あしかもベルギー最下位なんじゃ、やめてよ、潰さんでくれよ。藤井くんマジで、ベルギーでも上の方おらんとよくないんじゃない、わからんけど正直広島サッポの大半はロングスローではなくファールに怒ってたのに、他の世論に書き消されてしまってもどかしい。ロングスローはマジで、そうね、そうなよ、広島サッポからしたらあれファールじゃんなよね、別にあそこでロングスローを打たれるのはもう仕方ねえよ、だってロングスローがあるって分かっとってあそこに出すのはあんま良くねえよ、だってじゃない、コーナー強い、コーナーとかさ、ここでファールされたら、じゃあ俊介がおって、中村俊介おってここでファールしたら良くないとかさ、あるやん、あるわけやん絶対。そうじゃけん、そう、それと一緒やん、ここでじゃけん町田相手にここで敵陣自陣深くでスローイン出すまーやだったらクリアして距離稼ごうやが正解なんじゃない、ロングスローやらさんためにはね。いや分からんけど、俺は正解だと思うけどね、だと思うけどね。そうじゃけんメッシがおるけんじゃけん、昔ジュニーニョとかさ、リオンの、そうメッシがおるけん、俊介がおるけん、ベッカムがおるけん、ここでファールするのは良くないよねと一緒じゃん、ロングスローも。そう難しいよ、ロングスローは何とも思わんけど、広島優先ファール置いといてね、 J な夜会で、 J な夜会で、 J な夜会とは J な夜会、サーカイ GO とか言ってたみたいにスローインにも何秒かで遅延とかはあるとより批判されにくくなるような、あーなるほどね、じゃけん、はい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 、ちょっと待って、 J な夜会が分からんけ、J な夜会ね、J
ちょ、見よ。スローインにも何秒かで。じゃけ、そうよね。あれが、まあまあ確かに、あれが嫌いなんよね、多分。あの、拭いてとかが良くないってことやろ。いや、わからんけど。それで、時間がかかってしまいますよってことじゃろ、多分。わからん、わからん。それにも、遅延行為出せってことか。合っとる？この解釈。浦和は攻撃練習7割らしい。ミシャ的。攻撃練習7割もあるん。ミシャやん。ミシャやん。ミシャやんけ。J にソルバッ、J にソルバッケンはチートやって。J にソルバッ、ソルバッケンのプレー俺見たことねえけど、ソルバッケン、まあすごい楽しみではある。楽しみではある。一時期アンデルレヒトとか言われとったんや。アンデルレヒトバリ強いやん。20試合で得点12、失点44の最高のチーム。いやいや、もう最高すぎるやん。これ、もう、すごいやん。いや、やばすぎだろ。20試合得点12、失点44。1試合2失点するってこと？これを藤井君立て直したらもう相当評価上がるやん。多分それ以前の問題になるんじゃろうけど、それ以前の問題になるんじゃろうけど、そんな2失点1試合に2失点するチームはすごいやん。すごいチームに行ってしまったやん。すごいチームに行ってしまっとるやん。大丈夫なんそれ。大丈夫じゃねえやん。全然大丈夫じゃねえチームに行ってしまったな。最高やん。立て直せよ。立て直せるんか分からんけど。 J な夜会知らん人は知らん人、人生知らんは人生。ちょっとそんな、そのレベル、ちょっと見るわ。 J な夜会ね、 J な夜会ね、ちょっと見るわ。俺 YouTube あんま見んけん、よくねえな、よくねえな。 J な夜会ね、ちょっと見るわ。天皇杯優勝して、いやもう天皇杯優勝してくれ。いやもう三冠してくれ。三冠してくれよマジで。全然関係ないけど、サッカーのレベルはこの10年ぐらいでめっちゃ上がったけど、セットプレーの名手って減ってないですか？特に、あ、確かに、なんかそうな、確かに。俊介やっとさん、やっとさん、お疲れ様でした。もうほんまにやっとさん。中村俊輔、中村俊輔、あとあれか、本田圭佑。で、今はフリーキック蹴るって言ったら竹、今確かに、まあ減ったよな、減ったよな。なんかまあみな、全部できるが多くなったのと、確かに減ったな。フリーキックとかセットプレーの名手、あ、ウォードプラーゼやん。めっちゃうまいやん。そうや、そうや。ウォードプラーゼ。あと、キックがうまいが増えたんかな。やけん、アーノルドとかか。アーノルドとか。ウォードプラーゼは、そうやな。セットプレーの名手やな。うわ。ノース、中里さん、こんばんは。ありがとう。初めての書き込みです。ありがとうございます。最近、フリーキックの直接ゴールが減ってるとは思いますが、キッカーの質の低下というより、守備の戦術、あ、なるほどね。守備の戦術、確か壁の作り方は上手くなったんかな。そう、もう、これ、この YouTuber 始めて、あれせなーって言われるけど、何？何回ね。セットプレーの勉強せなせなーって思いよるけど、確かにそっか、壁の作り方とか、あと、ゴールキーパーのレベルも上がったんかな。わからんけどさ。まあでも、ウォードプライズ、メッシー、くらい。でもここ10年で誰がフリーキックうまいですかって言われると、まあそれぐらい、フリーキック、セットプレーのキッカーがうまいですかって言われると、そうかぐらいかな。あとクロースやん、クロースは上手やん、クロースはキックうめえや。あと誰やぐらいかね、日本人でって言われると結構きついな、確かに。竹は蹴るけん、竹ぐらいか。
たけ。やな、やな、ぐらいやな。確かに減ったな。ここをすごい改善の、てかセットプレー自体に多分まだまだあれがあるよな、なんか伸びしろというかがあるんかなとは思いつつも、サンフレサンフレも春季がうまいや。サンフレだったら春季うめえや、春季うめえわ。そう、なんかマコとマコのボールはね、なんかこうふわーんって曲がるんよ、ふわーんって、コーナーキックとかね。そう、春季のはなんか一回はず話したかもしれんけど、まあ超えてグンって落ちる、超えてグンって落ちるやつが蹴れるのはすごいいいと思う。そう、こうゆっくりゆっくりカーブしていくのはあんま良くねえよ。あのコーナーキックとかフリーキックから、フリーキックをしとる側からしたら多分守りやすいはずけど、こう一山越えてグンって落ちるやつはあのあれからしたら攻撃側からしたら合わせやすいし、守備側からしたら多分守りづらいけん、そう、それが蹴れるのは多分春季が蹴れるやつやな。あれだったらサンフレだったら春季が蹴れるわ。フリーキッカー、あ、そう、福森おったわ。福森そんまやうまいわ、めちゃめちゃうまいわ。あの、あ、山中も上手だわ。山中セレッソからどこ行ったっけ、グランパスか。山中も上手だわ。あとは誰が上手やか、か、それぐらいか。合わせるならマコ取られてかって直接なら春季。そうね、どうかね。まあなんかちょっとあれからし、俺が思うのはマコはキッカーじゃねえなーって思うところはあるかな。俺はね、俺の中だったな。リゼム敬語、わからんちゃん、ごめん。リゼム浮いてねえけん、わからん。リゼムとなんかね、あのウィナーズか、全然わからん、わからんわ、ごめん、全然わからん、すまねえ、すまねえ、わかんねえ、かな。そうや、福森とか山中とかめっちゃうめえわ。そういや、早尾のチーム監督変わった、ああマジで全然見てねえわ。あ、ほんまや、アントラーズの樋口も上手だわ、めちゃめちゃ。そう、あれや、あれはね、あれはすごいいいわ。樋口はすごいいいキックするな、めちゃめちゃいいキックするな、あれ理想系だよな。グンって落ちるやつ、一山越えてグンって落ちるのはやっぱいいよ、いい、すごいいい。ああいうのを蹴れる人が出てくると多分ね、セットプレーからのゴールも増えてくるんじゃないかなと思いますね。はい、敬語は確かに知っとん、敬語なおさん、俺もう知らねえ。よくねえ、みんな知っとん、敬語さん、僕わからない。J の厄介は J リーグ公式の YouTube チャンネルで上がってる選手、監督とワッキー野々村チェアマンが話すみたいな、ちょっと見てみよう。見てみるわ。敵ながらやはり酒井豪徳すげえ。サンフレユース、よくない。よくない。そうなんや。敬語は、ポイチの息子さんで広島ユース出身です。ポイチの息子は広島、すいませんでした、僕知りませんでした。ポイチジュニア、よ、知っとんね、知らんかったわ俺。おお、すごい、ごめんなさい、知らず。俺そう、今年はね、そうよ、大学サッカーか高校サッカーかユースがちょっとどれかぐらいは追おうかなと思いつつ、思っております。どうやっ
そやろ、ガクトの1学年上ね。あら、じゃあ慶吾さんや、慶吾さんや、慶吾さんや、呼び捨てできんじゃん。そろそろこれが本物の情弱です。そうです、僕情弱なんです、本物の情弱なんです。そういえば白津くん FC 東京の、いやほんまね、ほんますごいわ、ほんまにすごいない、あの人、あの人すごいわ、マジすごいわ、マジすごいわ。白津さん、白津さん、どっちだったっけ、忘れてしまった。すごいね、白津さんや、白津さん、いやマジすごいわ、ビビったわ。来年はノブさんがサンフレッチ行きてえよ、行くんだったら行きてえわ、できるんだったら行きてえわ。なんか問いかけたんかな、やったんかな、聞いてみようか、聞いて、聞けるんだったら DM とかしてまあ多分分析官、多分もっとサッカー見んといけん、サッカーもっとデータと、データを扱わんといけんのだと思うな、分析官ってさ、じゃない広島の情報が、いやいや、ほんまそれやめてくれよ、やめてくれよ、マジで、マジでやめてくれよ。だけど、どれぐらい見ればいいんかね、どれぐらい、まあ量見て質が伴わんと意味ないんじゃが、どれぐらい見ればいいんかな、めちゃめちゃ見ればいいんかな、めちゃめちゃ見て、情弱って、ね、致命的違う、そこの情弱とさ違うやん、サッカーの試合とかで得れる情弱はちょっとなんか分からん、違うわ、違うわ、違うわ、分からん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 、一生懸命得るで、まずまずは松尾コーチ一番距離が近い2時間いやほんまそれだほんまそれだ、マジで、あの人カーディフね、すごいよなマジで、俺一回見たで一緒に、 F 当選F 当選だったかな、多分一緒に見ましょうって来てから、いやいや見ましょう見ましょうってバリ勉強だったもんな。そう、俺は叫びよったけど隣でバリ隣で叫びよったけど阿久澤分析官の豊富なデータで市内の飲み屋情報を提供でき飲み屋情報を提供して仲良くなればいい。俺あれだったかもしれん、意外とコミュ力あったかもしれん、分からんけど、だから最近気づいたかもしれん、分からん、いやいや違うで、多分ね俺これはね普通になんかそうなんかそう、ひと運がいいだけやけん俺、そうなんよ、そうなんよ、そうありがたくお声をかけていただける、そう、まあ敷居が高い人じゃねえけんな俺、やけんだと思うけど、多分得しとるよその辺でね、その辺で得しとるけん、まあなんとか頑張ります。Jな厄介の2022年野津田選手や草野坂さんが出ていてサンフレッチェの話題もあって、え、ちょっと待って待って、毎年やっとん、 J な夜会って、に1年に1回なん、 J な夜会って、ちょっとそれ見てみるわ、待って、もしかして長い10分とか10分とかで見れるやつ、腰を据えて見た方がいいやつ、どっちこれ、流し見で見た方がいいやつ、どっちこれ、 J な夜会ってどっち、どっちどっち、腰据えた方がいい、それともなんか適当にわーいって見た感じがいい、見る方がいい。ボーンさんこんばんは、ありがとう来てくれて、あと市長はただただ見つかっただけじゃけん、つながってないやめろやめろやめろ、
前編後編あるし長いんじゃ。じゃあもうちゃんと腰据えた方がいいやつや。1時間もうすごいやん。すごい長いやん。すごい長いな。そんな長いやん。J の役は長い。日本分割で合わせると1時間以上あるかと。腰を据えた方が良い。長い。長いな。めっちゃ長いな。腰据えてみるわ、ちゃんと。J の役は前後半編で2時間。2時間もあるん。1試合見れるやん、サッカー。やば。ちょっとまあ、見るわ。ちょっとずつ見てくわ。ちょっとずつ見てか。面白かったら多分面白いんか。でもまあみんながすごいおすすめしてくれるってことは面白いけん、あれかピーって過ぎるんか。まあ番組みたいな感じか多分。分からんけど、いいな。現代っ子には耐えられない長時間動画。俺現代っ子じゃねえけん俺現代っ子じゃねえけん大丈夫やで。多分見れるで。でもいろいろ勉強になるから見る価値ある。ちょっと見るわ。ちゃんと見とこう。やべえ、ありがとう。俺ね、そういうの弱いんよ。そういう情報収集は。ありがてえ。あ、90分だったかも、45分ずつ。ええ、それでも長え。それでも長えよ。知らんかった。知らんかった。ちょっと送ってよ。DM とかでさ、これおすすめですって。これおすすめですって送ってくれよ。これ見た方がいいですよってみんな頼んだ。頼むぞみんな頼む。送ってくれみんな。最悪2倍速とかで見てもあそういいね。そう YouTube それができるけどでけえよな。2倍速とかでけえ。ガンバやめての片野坂さんがなぜかスキッペさんを熱く語ってましたね。バレおろいやん。めちゃめちゃおろいやん。信者やん。スキッペさん信者やん。これから、ハルト君頼むぞ。送ってくれ。ありがとう。助かる。助かるわ。今年は、そう、今年は J 全部見るマンするけん。J 全部見るマン。で、何、ナオさん何で言ったっけ、陽太郎を見るんだったらユースね。そんな月人ムーブできん、月人ムーブしてくれよ。夢月人ムーブしてくれ。リップでもいいけんやってくれよ。ユースか。ユースはさ YouTube で見れるんっけ。さすがに見るか。俺も今年はほんまにもうめちゃめちゃ試合を見るって決めとんじゃけん、いっぱい見ますよ。ガックンが選手間で片野坂さんコーチ来るんじゃねってなったやつね。そんなあれしとったやん。そんな熱く語っとったやん。片野坂さんすげえやん。すげえやんマジで。ノブさんに月人を頼むぞ。月人ムーブしてくれ。ありがてえ。ありがとう。本当にありがとう。本当にありがとう。ハイライトは毎試合出るよ。たまにフルで見え、たまにフルね。ユースは YouTube で配信してる試合もあるね。はい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 。そう、じゃあもう現地行かにゃ、きつい。きつい。現地か。ユースも見たいんよね。賞味普通にね。だってちょっと話は変わるけど、選手権やっぱ熱かったし、高校サッカーも熱いなと思いつつ、そうそう、じゃけんなんよ。でこの前友達と飲んで、そう大学サッカーうんぬんかんぬんすごい見るんじゃーっていうのを言い寄って、いいなーって思って。そうそう、じゃけんちょっと今年は見ようかなと思いながらも、そうやばい、今年自分にかけとるし、貸しとる縛りが、課題がすごい。 J1 全部見るマンするでしょ。で
450試合だったっけ、忘れてしまった。それぐらい見るでしょ。そう大変や。ガンバやめたと片野坂さん吉田に帰ってたらしいです。もうそんなん確かに先週間からしたらコーチになるやんって思うやな、思うよなそんなめちゃめちゃ思うよな。本当にめっちゃスキッペさんのサッカーが好きだったんじゃろうね、気になったんじゃろうね。片野坂さんはガンバクビになってから結婚したじゃん。ああ、もうそりゃそうなるわ。多分ほんまに 見たかったんやろな、スキッペさんのあれを。ユースってプレミアリーグ以外でも大会とかフル配信もアーカイブで残ったやん。ちょっと待って、ユースってさ、いつシーズン開幕？新人戦とか交代連だとかだったらそろそろ新人戦があるやん。そろそろ、まだ、まあ、そろそろか、そろそろ。ユースはカップ戦もあるんよね。今年はサニックス杯もありそうな気がしますね。サニックス杯ね知ったげに言ったけど分からんやつや。えぐ。でも楽しいよな、絶対楽しい、楽しそうやもん。いつも俺この配信でみんながユースの話し始めたら俺いつも思うもん、楽しそうって。俺ついてけんけいさ、ちょっと待って調べよう。サンフレユース、スケジュール、いいなあ。トレマトレマ、いつ開幕やん、いつ開幕なん。トレマいっぱいやばすぎるだろ。毎日、あ、トレーニングだったわ、トレマじゃなかった、ビッビビった。まあそうよな。インプットした片野坂さんの老いたがどういうサッカーするか気になるね。確かにめちゃめちゃ気になるほんまに気になる。じゃあ鮎川くんよかった、マジで鮎川くんよかったわ、マジで老いたでね。そうね、千葉くんも見たいし、鮎川くんも見たいし、大変だ大変だ。国際大会までね、あるんじゃね。ユースはこの子たちが将来のサンフレの選手ね。よな、ユースの試合現地で見れるの羨ましいと指をくわえている監督ユースね。でもこれ仕事の都合上見れんあれもあるけどな。春開幕ね、4月か、やっぱそうか、そうなるか、年度やもんな、高校とかは。まだ日程は出てない、出てなかった。1月31日まで出とった、全部トレーニング。すごいすごい、トレーニングしすぎだろこんなようやっとったわ高校の時、月曜だけオフ。やばすぎ、やばすぎるって、きつすぎるって手を持って見てるのテンション上がる。これあれね、将来のサンフレ選手って思って見てるってことね。中島確かにテンション上がるな。しかもサンフレ多いもんな、ユースシーン中島、中島くん、中地今年のユースの試合出るん？これはナオさん、そうです。ナオさんが答えてくれます。みんなが答えてくれます。陽次郎は、陽太郎だった。陽太郎は、今年はユース兼任ね。はい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 。トップで出れないときはユース出るよって。兼任。いや、じゃけ、まあ、高校生じゃけできるよな。若いけん。対戦相手もレベル高いけん、将来の J リーガーたくさん見れる。いや、マジすごいよ。俺もほんまに選手権で感動したけん、ちょっとマジで高校サッカー熱い高校ユース、ユース高校サッカー熱い、熱い説出てる。
清水岡山大分岩城ね。これもこの前も話したもんだ。話したよな。岡山大分があれっけ開幕戦って、よね、なおさん、よね、みんな、よね、みんな、岡山大分見に行こうかな。開幕戦行けるかな、行けるかな。大分は見てえよな。でも栃木か、栃木はあれか、あ、名前忘れた、どう忘れしちまった、あ、ドヒくんや、ドヒくん、岡山栃木か、岡山栃木が開幕か。千葉くん見たい、千葉くん見たい、普通にめちゃめちゃ千葉くん見て。コフィーとアレンがキャンプ帯同したよね。俺これはハルトくんのあれで見たわ、何回ね、ポストで見たわ。すげえみんなって思って。トルコ合宿はないよね。今年宮崎キャンプだけよな。宮崎キャンプだけよ。宮崎。行ってみてえけどね。トレマぐらい見てえよな、普通に。二次キャンプで大学の練習生が来ると思うので。はいはいはい。行きてえよな、マジで。マジ行きてえわ。行ってみてえけど。そんなね、時間がねえ、時間がねえよ。二次キャンプでアーレンがセンタートップでコフィ君がセンターバックね。今治から頭がそう見とったね。俺ビルで結構みんなのツイート、トレマ配信、ほんまトレマ配信してくれよ、トレマ配信してくれよ。去年俺なんでみんなから聞きよったよね、トレマ、トレマのトレマ云々の話は。去年よな、昨シーズン、去年昨シーズントレマどんな感じって聞いとった記憶があるもん。マジ頼むぞ、マジ頼む、早始まってくれ、シーズン早始まってくれ。始まってくれよ、シーズンね。こけら落とし行くけん、こけら落とし行けます、行けますんで、あれをね、何回ね、シーパス100、シーパス100じゃねえ、シーパスあれしとったら先に帰るよね、シーパス持つったら帰るよね、先に買います、僕は買います、行きます、行きます、絶対に、絶対に行きます。え、シーパス持っとったらさ、なんか見れるんかな。俺シーパス2階席やけん1階席で見たよね、1回ぐらい。じゃあゴケラ落としの時1階席で見て、帰るんかな、1階席のとこ。まあ帰るか、先にあれだし、ゴケラ落としだし、 C パスだし、 C パス関係ないし、サーバー強化必須なんじゃが、あれなんじゃ俺多分ね、な、火曜よ、火曜だったよね、1月の21だったっけ、25だったっけ、ん、23か、23系、あ、23が、あら、いつ、Cパスの席と同じ席だけ変えるだと、いえ、ちょっと やめてや、そういうこと。じゃあ俺2階席しか変えんってこと、嫌なんじゃが、それちょっと待ってよ、 C パス所持者が1万人以上、そうね、俺ね、多分、え、いつだったっけ、22だったっけ、23だったっけ、違うかも、いや、分からん、俺も分からん、 C パス関係ないんじゃないって思っとんじゃけど、1万人でしょ、1万人きついって、
早い者勝ちね。よし頑張るぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺ちゃんとブックマークしたもん。ちゃんとブックマークした、えらい。1月23日水曜日か火曜日か。えで1月23日さあ、あれじゃん、しかも日程発表も1月23よな。ええよね。 J の日程前半戦も1月23よな。マジ絶対12時やろ。ちょっとぶ休憩早入らんや。ちょっと12時11時55分ぐらいにもうちょっと休憩行っていいですかって言って。携帯じゃ負けるかね。携帯じゃ勝てんか。携帯じゃ勝てんよな。携帯じゃ勝てんかもしれん。おいずるいぞ、休み休みの人たち。 PC やん、 PC 強いけずるいやん。勝てるかな、頑張って勝とう。メールが来るんよね。メールが来て帰るでいいよね。頑張ります。頑張ります。6枚帰るんよね。ですよね。ちょっとこの前のインフォームで不安になったから、発売時間に PC 触れるように。いや、偉い。えらい。いやマジめっちゃ焦ったわ俺。まああの時飲み寄ったけん、そう後輩に「ちょノブくん」って、ノブくんあれせにゃって、湯に川にゃって言われたけん、「おほんまやナイスお前」とか言ってからやったけど、なんかすごいなんか「よっこえわ」とか言いよって、たらなんか帰りの電車で帰ったけんよかったってなったけどさ、明日がアウェー、明日アウェーか、明日アウェー湯にか。やばいって、覚えれんて、いろいろありすぎて。頑張ろう、頑張るわ。頑張りますわ、僕頑張ります。まとりあえずまああれかな、ほんまになんか一階席で見て、マジで一回席行きてえわかな。はい、ということで皆さんそろそろ終わろうと思います。はい、そろそろ終わろうと思います。皆さんありがとうございました。今日も長い時間こんなに僕に構ってくれて、長尺な俺に教えてな、またいろいろ。そうそう終わろうと思いますんでね。ということでというあれが出ましたんで、魔法の言葉が。とりあえずそろそろ寝ます。ちょっとそう少々もうね、飲み歩きまくって疲れたんやん。疲れた、明日も飲みだし。明日はなんかしアタランタフロジノーネかなんか、フロジノーネおもろいけん見よ。お疲れした、みんなお疲れ、お疲れ。サッカーの情報は信頼してくれ。サッカーの情報は信頼してくれ。俺も信頼できるように頑張るけん、みんなありがとう。お疲れ、ベベお疲れ、ハルとかお疲れ、ナオさんもお疲れ、ありがとう。今日もみんなダーベさんお疲れ、ありがとう、ありがとう、お疲れ。サッカーの情報は信頼してくれ。そう、もう頑張るけん、頑張って いろんなものを伝えれるように頑張るから信頼してくれ。モーンさんお疲れ、ありがとう、来てくれて。コープお疲れ、お疲れ、コープ。ロードさんありがとう、ありがとう、お疲れ。おやすみ、おやすみ。マオさんお疲れ。なおさんお疲れ、ありがとう。
赤澤氏はピッチ上の情報だけ強者であれば問題、頑張ります。そこだけの強者は譲らんように、弱者にならんように日々アップデートします。いろんなものを吸収できるようにたくさん今年は試合を見ます。 J 全部見るマン氏でなんか頑張るんで、海外サッカーもいっぱい、今セリエが僕の中では熱いんで、セリエをしっかり見てなんかいろいろ学ぼうと思います。はい、てなわけで皆さんありがとうございました。また来週なんかあるかな、トピックス。来週は、来週こそアジアカップのあれしよう、来週もアジアカップのあれしますんで、よろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。今週も長々と楽しかったです。今週も本当にありがとうございます。来週は全部見るマン頑張ります。全部見るマン J2 ちょっとだけ見るマン、ユースも見るマンしよう。ユースも来週の月曜日、そうや、トレマもあるけん、トレマなんとか、なんかトレマの情報を仕入れたい、なんとかして、まあ頑張ろう。ということでね、皆さんしっかり寝ろよ。しっかり寝たらなんか元気になれるけん、おやすみ、ありがとう。おやすみ、ありがとう。また来週会いましょう。もしかしたら、あ、できんわ、もうスポバ行くんで、また来週。チェルシー絶対見るマン、チェルシー絶対見るマンできません。無理です。楽しくないもん、見よっても。俺も今リバプールとか見る方が楽しいもん。ハイライトで許してよ。チェルシーの試合起きてみようって思わんくなってしまった。最悪、マジでマジで最悪。あるやん、そういうのって。チェルシー絶対見るもんできません。今起きて早起きして、早起きしてみようって、早起きしてみようって思う、思わん、思えんわ。言っちゃったよ。言ってしまうだろ、言ってしまうだろ、無理だろ、よくねえよ、よくねえよ。ハイライト見て面白そうだったら見るけど、まあ、とりま、寝ます。おやすみなさい。また来週、おやすみ、ありがとう。今日もみんな、バイバーイ、おやすみー。